石井常次郎石井常次郎は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。大阪府出身。1910年4月海軍機関学校を卒業。同年12月海軍機関省委任官。1916年12月海軍大学校機関学生となり、1918年12月戦艦日向分隊長に着任。 機関学校教官権幹事を経て、1920年12月、機関調査に昇進し、舞鶴海軍交渉臓器部員となる。1923年4月、舞鶴陽光部員となり、関西本部員などを歴任し、1925年12月、機関調査に進級。関西本部出資、関西本部員などを経て、1930年12月、 機関大佐に昇進した。1931年11月、関西本部総務部第3課長となり、県海大教官関本総務部第4課長を歴任し、1936年12月、海軍省省に進級し、海軍燃料省平壌工業部長に就任。1937年4月、燃料省工業部長に就任し、 関本造船造兵監督長兼東京管理長、兼東京監査長を歴任し、1940年11月、海軍中将に進み、舞鶴交渉長となった。1941年10月、軍令部出資となり、同月、予備役に編入された。ありがとうございます。